天がさ21世紀の森は、兵庫県天が市南部の臨海地域における県の緑化構想、及び市民、行政、企業等の参画と共同による都市計画である。天が市の臨海地域は、重化学工業などにより、産業経済を発展させた反面、近代化による自然環境の減少や、公害の発生などの課題を抱えた。また、 産業構造の変化等により発生した工場跡地の問題など低下した地域活力の再生が急務となっていた。そこで臨海地域において人々の暮らしにゆとりと潤いをもたらす水と緑豊かな自然環境の創出による環境共生型のまちづくりを目指し、兵庫県が甘賀崎21世紀の森構造を2002年3月に策定した。その後、 工場等の有給地は減少したが、引き続き運河や工場の景観などを生かした取り組みを進めている。中央緑地、始まりの森町づくりのテーマ及び展開方向については、以下のように定められている。本構想の推進にあたり、市民、企業等がイメージを共有し、積極的に計画を進めるため、学識者等を交えた推進母体となる組織、 甘ヶ崎21世紀の森づくり協議会を設置。さらに、協議会をサポートする4つの部会を設け、天ヶ崎の森中央緑地基本計画への提案等、森づくり、町づくりに向けた活動を行っている。また、協議会の広報支援等を行う組織、特定非営利活動法人甘ヶ崎21世紀の森とも連携している。本計画のための推進組織として、自主的、 積極的に次の3つの役割を担う。行動計画の策定市民、行政、企業等各主体の参画と共同による取り組みを提案し行動計画として策定。また状況に応じ随時見直しを実施。構想全体の推進に関するマネジメント、構想推進のために各主体に対して参画と共同を呼びかけ、主体間の調整やネットワーク化を図りながら、 推進のマネジメントを行う。競技会も取り組みを、実践競技会自らも行動計画の取り組みを、実践。本構想の、ちづくりの展開方向に沿った取り組みを示す。ものとして、以下のような枠組みで策定している。運河沿いの緑化蒸気の行動計画をもとに、様々な取り組みが行われている。街歩き、緑化工場敷地内の花壇。 壁面などの競争場所を利用した隙間緑化。緑化の知識や技術を高めるための勉強会のほか、地域を知るための街歩きなどを実施。地元、各種団体と連携しての賑わいづくり、天ヶ崎運河の魅力を伝える、雲ん天ヶ崎運河博覧会の開催など、臨海地域について発信、再認識するため、各種団体等と連携して実施。 また地元の王将祭りなどに参加し、住民と一緒に活動を行っている。工場緑化の推進2005年から2006年度にかけて企業等が参画した勉強会を実施、市内臨海部における地域の活性化を踏まえた、景観の将来像と工場緑化を広げる方法について提案を取りまとめ、工場敷地内や沿道の緑化を推進。 天がさ21世紀の森緑化省市内の国道を43号以南において森と水と人が共生する環境創造のまちづくりに合致した緑化活動に取り組み特に優れた功績のあった個人、企業、団体を天がさ21世紀の森緑化省として兵庫県阪神南県民局長より表彰。甘が21世紀の森づくりフォーラム本事業への理解を深めるため フォーラムを毎年開催。中央緑地大芝生広場詳細は、天ヶ崎の森中央緑地を参照対象地域において、森と水と人が共生する環境創造の街を最も演出できるエリアとして、東緑地を先導整備地区に位置づけ、植栽計画を策定、実施している。また苗木の育成や植栽などを市民活動組織、 アマフォレストの会をはじめとする市民、企業等と一緒に進めている。アマ崎21世紀の森のイメージキャラクターは、ポンちゃんとポンコちゃんである。ABC 山マ崎21世紀の森構想、兵庫県2014年5月22日アマ崎臨海地域整備事業の経緯アマ崎市、ABCD アマ崎21世紀の森づくり、 行動計画天が崎き21世紀の森づくり、協議会2004年 NPO 法人天が崎き21世紀の森、天が崎き21世紀の森づくりの取り組み紹介、兵庫県2014年7月4日天が崎の森中央緑地兵庫県土整備部町づくり局、公園緑地下2015年6月19日。ありがとうございます。